こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では皆さんからよくいただくご質問にお答えをしてみたいと思っています。よくですね、スタイリストって何具体的にやってるんですかですとか、スタイリストって儲かるんですかって聞かれたりするんですよね。まあ、確かにこういうスタイリストという職種って皆さんの周りにたくさんいるようなものではないかなと思うので、まあ、具体的に何やってるのかとか、そもそも儲かるのかどうかイメージが湧かないかなと思うんですね。ですので今回の動画では、一応スタイリスト歴ですね12年ぐらいやってるわけなんですけども、そんな僕が、まあ、この業界のことですとか、どういう仕事で実際に儲かるのかどうかっていうところをですね、まあ、ざっくばらんにお話をしてみたいと思っています。まずはですね、僕のこのスタイリストという仕事についてもう少し具体的にお話をしたいなと思うんですが、僕の普段の活動というのは個人のお客様に対してスタイリングを提供するということをやってるんですね。まあ、具体的にはお客さんと一緒に買い物に行って、こんなお洋服が似合いますよみたいなご提案をさせていただくんですね。まあ、スタイリストというとモデルさんだとか芸能人をかっこよくスタイリングする人、そういうイメージを持っている方も多いかなと思うんですが、僕はですねこのジャンルのスタイリストではないんですね。主に一般の方を対象にしてるんですけども、まあ、多いのは経営者の方とか、お医者さんだとか、弁護士さんだとか、コンサルタントの方だとか、まあ、このようにご自身がメインでお仕事をされているような方のスタイリングを担当することが多いんですね。まあ、このような仕事をですね、個人向けのスタイリストとか、あとはパーソナルスタイリストと呼んだりするんですが、僕はそちらの方を中心としてお仕事をさせていただいています。まあ、これが一つ目の仕事なんですが、あともう一つですね、ここ数年力を入れているのは、オンラインスクールの運営というものをやっています。僕はですね、メンズファッションスクールというオンラインでファッションの基本というのを学べるようなものをですね、かれこれ5年ぐらい運営してるんですね。これを見ていただければ今何を買ったらいいのかが明確になるようなコンテンツを運営しています。まあ、YouTube でもですねファッションの情報を出していますが、よりメンズファッションスクールの方が具体的で、これを買った方がいいというアイテムをどんどん出しているようなサイトになるんですけども、こちらの方にですね、まあ、詳しい人数はちょっと出せないんですけども、まあ、多くの方に学んでいただいています。まあ、基本的にはですね、この個人向けのスタイリングっていうものと、あとはオンラインスクールの運営、この2つの軸で僕はですねビジネスを行っています。それ以外には一応本なんかも書いているんですけども、この本の収益っていうのはいわゆる印税と言われるものですね。これってなんかイメージではですね、印税ってめちゃくちゃ儲かるようなイメージがあるかなと思うんですけども、それは確かにですね、小説とかを書いて爆発的に売れたらめちゃくちゃ儲かると思います。まあ、僕が属しているビジネス書だとか実用書のジャンルで、まあ、30万部以上売れたりすれば、それは儲かるのかもしれないですけど、僕ぐらいの規模感だとそこまで儲かるっていう感じではないかなと思っています。というのも、本っていうのは書くのにめちゃくちゃ時間がかかるんですね。もちろん著者さんによってスピードは違うかなと思うんですが、僕の場合はですねそんなに早くないので、だいたい1冊の本を書き上げるのに半年から10ヶ月ぐらいかかるんですね。その期間集中しながら文章を生み出していく、そしてどんどん磨き上げながら編集をしていくっていう作業って結構大変なんですよ。その時間と手間を考えると、それに対して得られる報酬っていうのは意外とですね多くはない。まあ、むしろ普通にスタイリングをしてる方が儲かるのかなというふうに思っています。ですので本の執筆における収入っていうのはそんなに多くないかなというふうに思っています。あとはこの YouTube チャンネルですね、まあ、去年から始めたこのチャンネルなんですけども、おかげさまでここからもですね広告費みたいなものが Google からいただけるようになったんですね。これもですね少しずつ伸びてきてる状況ではあるのかなというふうに思っています。まあ、こんな形で僕はスタイリストと名乗ってはいるんですけども、まあ、スタイリングのお仕事以外にですね、こう自分で情報を発信するということの方が意外とですね仕事の割合が大きいのかなというふうに思っています。まあ、このようにですね、なんとか今の段階ではこの仕事一本で僕は生活をすることができてはいるんですけども、実際独立してから数年はですねもう本当にひどいものでしたね。以前にも少しお話をしたことがあるんですけども、この仕事が軌道に乗るまでに僕はですねだいたい4年ぐらいかかってるんですね。ほんと仕事がなくてどん底時代があったわけですね。まあ、どん底だからといってめちゃくちゃ辛かったというよりは、仕事自体はすごく好きなんですよ。ファッション自体も好きだし、自分の仕事というものが徐々に育っていく感覚っていうのはまるでロールプレイングゲームをやっているような感覚なので、これはこれでめちゃくちゃ楽しいんですね。ですので独立してから 3,4 年ぐらいは1日ですねだいたい 14,5 時間ぐらいずっと働いていましたね。
朝起きて身支度ができたらもうずっと働いて寝る寸前まで仕事をしていました。で休日もねほとんどなかったと思うんですよね。その当時はテレビも見ていなかったし友達付き合いもほとんどしていなかったのでその当時の記憶ってほとんどないぐらいですね、もう仕事一色だったかなと思っています。今でいうところの超絶ブラック企業なわけですが、それでも意外とですね充実感はあったわけですね。まあやっていて楽しいなという実感があったのでなんとか続けることができたかなと思うんですが、まあ本当ですねこの個人向けのスタイリストという仕事がめちゃくちゃ儲かる仕事かといったら僕はね全くそんなことはないのかなと思っています。確かに今はですねこの業界いろんな方がいらっしゃるんですね。パーソナルスタイリストと言われる方だとかイメージコンサルタントと言われるような方だとか、まああと人それぞれ呼び方は違いますが同じように個人を素敵にする仕事ってあるかなと思うんですけども、まあ正直ですね当時の僕と同じように苦戦している方はすごく多い業界かなと思っています。これなぜかというと当時の僕はおしゃれが苦手な方にですねファッションコーディネートを提供しますよみたいな形でいろいろとブログの発信だとかホームページの更新なんかを行っていたんですが、このですねファッションが苦手な方というのがわざわざスタイリストにお金を払ってコーディネートしてもらいたいっていう需要ってたくさんありそうに思えて意外とそうでもなかったんですよね。まあ、それも当然でお店に行けば店員さんがいるわけなので一応相談することもできると思いますし、わざわざプロに依頼してまでスタイリングをしてもらいたいって方って僕が想像してたよりもはるかに少なかったんですね。しかもそれが今から10年以上前だとますます顕著で独立したはいいけど全然仕事がなかったんですね。ですので試行錯誤めちゃくちゃしていろんなことをしてきたわけです。ブログを書いたりツイッターをやったりフェイスブックをやったり、一番最初なんかはまだミクシーがあったので僕はミクシーの掲示板にいろいろ書き込んだりしていたんですね。そして一番最初のお客さんってミクシー経由で来たんですね。これって今から考えると結構時代性を感じるなと思ったりもするんですけども、本当ありとあらゆることをやってきました。まあその中でも僕はですね正直テレビに出たりだとか雑誌に出たりしたらもう一気に仕事がドーンと行くと思ったんですね。ですのでいろいろ試行錯誤してなんとかメディアに出れないものかなと思って頑張ってみたんですね。ちょっと面白いサービスみたいなものを考えてみてそれを PR したらメディアの方が取材来てくれるかなと思っていろいろやってみたんですね。その結果1年目からですね雑誌の取材も入ったしテレビにも出ることができたんですね。 NHK のおはよう日本っていう番組に出させていただいたり、あとは TBS の当時までやっていた花丸マーケットさんだとか、まあいろんな番組にですね独立してから1年目から3年目くらいで出させていただいたんですが、残念ながらメディアというものに出てもなかなか仕事って増えなかったんですね。まあ、最初は楽しみにしてるわけですよ。テレビに出た次の日メールボックスを開いたらめちゃくちゃ依頼の案件が来てるかなと思ったら全く来てないんですよね。それどころかホームページにどれぐらいの人が訪問したのかって数字で見ることができるんですけども、意外とですね微増程度であんまりそれすらも変わってないんですよね。ですので僕はなんかメディアに出れば活躍できるのかなと思っていたんですが、その夢って僕の中ではどこかで挫折した部分があるんですね。本当にいろいろ試行錯誤したんですけど何やってもですねなかなか軌道に乗らなかったので、これはどうしたものかなというふうに思っていたんですが、だいたい独立して4年ぐらいですかね、それぐらい経った頃からですね何がきっかけか分かんないんですけど急速に軌道に乗るようになりました。まあ暇だった期間というのはとにかくスタイリングの勉強をしたかったので、僕はですね無料でいろんな方のスタイリングをしていたんですね。まあ知人の方からですねお客さんを紹介してもらっていろんな方をスタイリングしたんですが、まあ経営者の方だとか、まあいわゆる社会起業家と呼ばれるような方だとか、あと政治家の方だとか、結構ですねなかなか普通に生きていたら知り合えないような方のスタイリングみたいなものも担当させていただいたんですね。こういった活動を通じて徐々にですねその業界の中でなんかあの人急にかっこよくなったよねみたいな噂が広がっていって、僕の仕事というのが認識されるようになってきました。そしてこれもたまたまなんですけども、僕の知人の方が本の出版に興味あるっていう形で聞いていただいて、もちろん僕は本出したいって気持ちがあったのでもちろん出したいですと言いましたら出版することに決まって、そこからですねようやく人並みの生活みたいなものができるようになりました。それが独立して5年目ぐらいですかね。その時代を経ながらですねなんとか今の自分につながっていくというのが
僕のこのスタイリストとしての11年間の歴史になるんですね。ですのでこの仕事が儲かるか儲からないかで言ったら結構大変な仕事かなと思います。以前ですね、結構著名なコンサルタントの方とお話をさせていただく機会があったんですけども、その方に言われたのはですね、まあ君はよくこの業種で仕事できてるねって言われたんですね。それぐらいですね、プロのコンサルタントが見た時にこういった個人向けのスタイリストというのはやっぱりそんなに簡単なビジネスモデルじゃないんだなということを実感したわけですね。そして僕自身もですね、もう本当に軌道に乗らなかった時期が長かったので、なかなか大変だったなというようなイメージがあります。まあ、この動画を見ていただいている方の中には、これからフリーランスで仕事をしてみたいなとか会社を立ち上げたいなと思っている方もいらっしゃるかなと思うんですけども、自分で仕事を立ち上げるということには結構向き不向きがあるのかなというふうに思っています。じゃあ僕自身はどうなのかというと、正直ですね、向いていた方だと思うんですね。それはなぜかというと、もともとめちゃくちゃ楽観的な性格なんですね。そうじゃなかったら未経験のままいきなり独立したりしないですよね。特に準備してないけどなんとかなるでしょうみたいなイメージで独立をしてしまったわけなんですね。独立してからも軌道に乗らなかったのに、まあなんとかなるでしょうみたいなイメージが僕の中には常にあったので、この全然軌道に乗らない期間というのを乗り越えることができたんですが、この楽観性みたいなものがないと意外とこの期間はしんどいのかなと思っています。まあこれから独立したいという方はある程度ですね、こういう楽観視できる方っていうのは意外と向いてるのかなと思っています。もしくはですね、真逆ですね、僕とは逆のタイプで、しっかりと計画性を持ってビジネスプランを練って仕事をしながらですね、少しずつ副業みたいな形で好きな仕事をやっていく、その副業で得る収入が増えてきたら仕事を辞めて本格的に独立する、このパターンが間違いないのかなというふうに思っています。僕もこういう仕事をしていると、これから独立したいだとかスタイリストになりたいっていう方から相談を受けることもあるんですが、できる限りですね、今すぐ仕事は辞めないでくださいねって言うようにしています。当時の僕みたいにいきなり仕事を始めてしまうと、やっぱり軌道に乗るまでの時間って結構大変だと思うので、その間に辞めてしまう方も結構多いかなと思うんですね。ですのである程度副業的にやって自分が楽しめるかどうか、一生の仕事にできるかどうか、もしくは稼げるかどうかというところを試してからこの業界に参入してきた方がバランスがいいのかなというふうに感じています。本当に大変な仕事ではあるんですけども、僕のライフスタイルというものもちょっと簡単にお話ししたいなと思うんですが、僕の場合はですね、普段の仕事としては個人向けのスタイリングをやっているか、このように YouTube の撮影をしているか、どっちかの日々が多いんですね。今時期だと、まあ、大体割合としては半々か、もしくは YouTube 撮ってることの方が最近は多いかなと思うんですが、スタイリングの日の1日というのは、朝起きて事務所に来てちょっとメールの返信とかをしたら、その後ですね、銀座に移動するんですね。僕は銀座でスタイリングすることが多いんですけども、銀座の街って大体11時からお店がオープンするんですね。まあ、お店が開いたらいろんなお店を回りながらお客さんに合う服をリサーチするわけですね。そしてお店で取り置きなんかをしておくわけです。で、大体そのリサーチの時間が 1.5 時間ぐらい取るんですけども、それが終わった後に昼食を挟んで1時からスタイリングをするわけですね。大体お客さんと一緒にいろんなお店を回るのは3時間前後ぐらいなんですけども、それが終わったら自宅に帰るという形で、僕がスタイリングしている時間っていうのはそんなに長くないんですね。そして YouTube の撮影なんかをしている日は、朝起きたら台本を考えて、事務所に着いたら機材のセッティングをして撮影を開始するんですが、大体撮影時間としては30分前後ぐらいかなと思います。その後に編集作業を大体1時間ぐらい行うかなという感じなんですね。それがメインの仕事で、終わった後はですね、比較的ゆったりとした時間を過ごしてるんですね。大体午後の2時ぐらいからは、あとは筋トレしたりだとか走ったりだとかゆったりしてることが多いかなと思っています。まあ、こう聞くとですね、割とゆとりのある生活をしてるかなと思われるかなと思うんですが、ほとんど休みはないんですね。365日何かしらの仕事はやってることが多いです。正味で仕事してる時間ってそんな長くないし、ゆったりとしてることも意外と多いんですけども、その代わりあんまり休みがないというような生活をしてるんですね。このようなライフスタイルというのが好きか嫌いかとか、向いてるか向いてないかっていうのも人それぞれかなと思うんですね。まあある程度自由度が高い仕事ではあるんですけども、こういったライフスタイルが好きかどうか、あとはですね、安定感があるかどうかっていうところもだいぶ変わってくるかなと思っています。正直ですね、この数ヶ月ウイルスの問題で個人向けのスタイリングが一切できなかった期間があったんですね。
結構この期間もビビりましたね。これどれぐらい続くんだろうなと思ったんですよね。その期間はもちろんスタイリングの収入はなくなってしまうので売り上げは大きく下がったんですけども、この状況がどれぐらい続くのかなって正直不安はあったんですが、やっぱりそもそも僕はですねちょっと抜けてるところがあって楽観的なんですよね。まあなんとかなるなっていうような気持ちがあるのと、なんとかならなかったら他の仕事しようかなっていう気持ちがあるので続けることができるんですが、こういう安定感があまりないビジネスの中で、まあ平常心みたいなのを保てるかどうかって結構重要なのかなと思います。そういう意味ではちょっと楽観的な部分を持っている方の方が、まあこういう独立をして仕事をするっていうことには向いてるのかなというふうには思っています。まあいろいろとですね大変な期間もありましたけども、僕は独立をして本当に良かったなと思っています。会社員時代は本当に仕事ができなくて、僕にはめちゃくちゃ不向きだなと思いました。なんて自分は仕事ができない人間なんだろうって落ち込むことが多かったんですね。で、独立をしてこのように仕事をしていると、まあ未だにポンコツでミスも多いしダメな部分もたくさんあるんだけども、僕の性格には合ってるなっていうところがありますし、自分自身が好きな分野だとか興味がある分野で情報発信をしたりサービス提供するのはめちゃくちゃ楽しいなというふうに思っています。そして休み自体は丸々1日はないわけですけども、1日の仕事というのはギュッと凝縮されていて、それ以外には割と自由な時間があるというライフスタイルも僕自身は気に入っているので、そういった部分に共感できる方はですね自分で独立をして仕事をしてみるというのも良いのかなというふうに思っています。はい、ということで今回はですね何の話でしたかね。このスタイリストという仕事はどういうものなのかということと、この仕事自体が儲かるのかっていうことについてお話をしてみました。なかなか儲かりやすい業界ではないのかなと思います。もっと仕事として儲けたいというのであれば、スタイリスト以外の選択肢って世の中にたくさんあるかなと思うんですね。それでもこの仕事をやるメリットはたくさんあって、仕事の喜びっていうのはめちゃくちゃ感じているので、まあそういったものに興味がある方というのはですねトライをしてみるのも良いかなと思っています。僕はですねこれからもスタイリストという仕事を楽しみながらですね、いろんな情報発信をですねこれからも行っていきたいなと思いますので、ぜひこれからもお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。